はい、どうもラットでございます。はい、まあね、今日はね何かというと、はい、ダールブログですね。はい、今日はダールブログの日でございます。はい、何をするかと言いますと、なんとなんと、はい、ケンさんがですね、まあまあまあ、こちら前回ね、畑手伝いに行ったんですけど、はい、ケンさんがなんと畑を一棟押さえてくれたよということで。はい、押さえました。ちょっとそこをね、ダールレコーズの畑として育てていきましょうと。いいですね。いう話になりまして、今日は、種植えですね。種植えやっていきたいなと。何の種植えしましょうか。ね、いろいろ考えたんですよ。何がいいかな、何がいいかなってで、今回は人参。いいですね。なんで人参かわかります？ダールゲームズの方で、はい、ダールクラフトという名前で、はい、マインクラフトっていうゲームをやってるんですけども、はい、そちらの方でね、農作業をするんですよ、はいはい、ゲームの中でね、こうやって、はいはいはい、ザッシュザッシュッってこうやって、はいはいはい、バーッて巻いてね、で、はい、こうバケツに水バーンみたいな、はいはい、したらもう数時間後にはパーンみたいな感じのね、数分後ね、数分後か、数分後にはパーンみたいなやつでできてて、よく自分らが育てるのは人参。そうそう、人参畑をよく作ってたので、ちょっとリアルでも人参畑を作っていこうかなと。はい、どっちが大変なのかと。そう、まあ確実に現実の方が大変やと思うんですけど、ちょっと頑張っていきたいなと思ってますので、では、はい、人参の種植えに行きましょう。こっちが小屋になってますね。はい、こっち開ければいいんですかね。開かへんですね。上がこれ開かへんのじゃないですか。上が閉まってんじゃん。閉まってますね。あ、スライドでした。スライドですか。スライド、まさかのスライドやったっすね。ちょっと種あるんですか。ちょっと種の位置が自分も分からへんですね。人参の種言うて見てますけど、ちょっといきなり難所ですね。種を探せ。なんか下って言ってた気がする。下じゃん、これこっちは。あ、あー、これ違う。あ、違うね。なんとですね、まあもう一回見つけてはいるんですよ。正直見つけましたね。そう、誰も気にせんかった、こっちから入ってきてもこんなところにねあったっていう、シンクロダゴスン、ゴスン釘。はい、ということでこれをね、なぜここにあるのを誰も開けようとせんかったのか。逆に開けづらいよ。逆に開けづらい。はい、ということでここですね、この人参をまあクラフトしていこうかと、はい、思います。ということで種植えしに行きましょうかい。結構種ちっちゃそう。しかも少ないよね。でもあれなんですね、人参植えたら人参になるわけじゃなかったんですね。そうね、種なんだね。種なんですね。お、しかもなんか見えます。ちょっとこう足した方がいいか。思ってた種とちゃう。ちっちゃい、ちっちゃいし、なんかひまわりの種チックな、わかります？なんか丸い種かなと思って。っていうか人参の種って見たことあります？今まで。ナイス。てか人参ってどこに種あんねんって思いません？あれ、それでも実から種ができるんよね、多分ね。はい、花か。あ、花か。そっか、あれはよく考えたら根っこだ。根っこだね。あ、そうっすね。あの中に種あるわけないっすね。頭悪い会話してはるっすね。俺らこれどういう感じで売っていくんですか。糸つるずつ。いや違う、なんかこういう棒を使って、はい、バーって穴を3本ライン、まあじゃあ真ん中に1本やれば。真ん中に1本いきますよ。ラットのクオリティ真ん中で、はい、1本線を入れて、はいはいはい。あはっ。ちょっとこれ俺のせいですか。そりゃそうだろ。そら飛んだ。ちょっとしかも若干斜めに見えますね。これはひどいな、せっかく用意してくれてるのに。この棒多分拾ったやつですよね。かき出しやすい、ね、そんな深くなくていいと思うよ。あ、そうなんですね、うん、真ん中行ってますよ、ちゃんと行ってるね。最後にだからちょってなんか締めるって言われたから。はいはい、ちょっと俺今更なんですけど、はい、カッコミスった。これ畑仕事する人の姿ではないよね。そうですね、完全に舐めてかかってますよね。熱い。違うよ、スコップでやるんだよとか言われたらどうします。そうかもですよねってなるっすよ。結構思った以上に土ってあれなんですね。
構大きいんですね、粒が。荒いね。どうですか、結構大変ですね。左手は遊んでますね。あのこっちは左手は添えるだけっていうやつ。左手は遊んでますね。膝に添えてるだけです。こんなもんすかね。はい、これあと2本引くのかってことじゃないですか。ちょっと脱ぎます。熱いということで服脱いできました。いいわその報告。でとりあえず3本って聞いたから3本やってみる。はい、3本行きましょう。でそれにちょいちょいちょいと植えていくらしいから、はい。まあ、とりあえずこの辺ね、こうもうこういう感じでいきましょう。もうなんかやったら崩しそうで怖いから、あんまり太くやると。で俺もこっち、あ、お願いしていいですか。あ、早っ。そういう感じ、そのぐらいでいい感じ。オッケー、終わったよ。おっせえな。ちょ、俺もやろう。よし、やってみよう。よし、この辺から。ちょって。いいんじゃない、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 いいんじゃない。あ、いいですよ。なんか中国の匂いがする。中国の、あの中国の市場の匂い。行ったことあんの？あの中華街ですけど。それ3本目やってるけど、あっち側やった3本目。あ、間違えた。ちょっと。変な感じで生えてくんじゃん。あの、わかるよ、それところどころ、あのワイクラでいうところところどころ畑じゃなくなってる感じの、あの感じ。ちゃんと食わない。もうそこ何回もやってんじゃん。ああ。真ん中に行きますね。真ん中、とりあえず真ん中。どれぐらいあとの残ってんの。あとまだ結構残ってる。足りないんじゃん、じゃあ巻き方が。なっちゃんが初めての農業をね、はい、まずは種をまかないと実は出ないと、花は咲かないと。人生の勉強でしょ、農業とは。人の生としてね、それをね、うん、植物から学ぶという。ウキンジュハインジュにも行った男は、ウキンジュハインジュにも行った男は、農業をこの地から始めようと。そう、ここがダールのウキンジュハインジュでございます。ダール国の、ダール国のウキンジュハインジュでございます。ウキンジュハインジュでございます。早く終わらそう。めちゃめちゃドヤ顔してると思うよ。玉ねぎもあるよ。玉ねぎももらったんだよ。あ、なるほど。これも植えてからいきますよ。玉ねぎはね、あの自分の地元やったら淡路島の玉ねぎスープがね、美味しいって言われてる。玉ねぎですか。玉ねぎスープ作りましょう。もうそろそろ終わりですよ。もうだから余ったのはさーってもうプラスで巻いてったんで、はいはいはい、はい、この一列ね。玉ねぎもね、植えないといけないんで、ほうれん草も結構がっつりやるっすね。じゃあやめる。いや、やります、やります。食べたい。玉ねぎはね、淡路島、玉ねぎスープが結構美味しいんで、それをちょっと、それ負けないスープを作っていこうかなと思ってます。畑やってる人みたいに見えるよ。G 版でやることかね、これ。もうカッコ完全に間違えてますけど、そこはもうご了承ください。さっきまで長袖着てたから。ポケモンばっかやってる場合じゃないぞ。そうっすよ、マジで。まずは人がどうやって生を、そう、生を生き延びていくのかと。始まりはどうだったのかということを体験していかないと。はい、どうも、ありがとうございます。終わりです。人参はね、はい、で今から玉ねぎをやっていきたいなと思います、はい、ということで次、玉ねぎ植えていきましょう。いいよ。朝ズボ植えとした、間違えないようにしてよ。ズボ、これがね、美味しいネギになるんですよ。玉のね、玉のネギと書いて玉ネギ。うん、はい、最後の一個、最後の一個、よいしょ。次、ほうれん草いきたいな。めっちゃ汗かいてる。ほうれん草いきたいなと思います。ほうれん草4列。はい、あとこの辺。そうそうそう、終わりっすよね。はい、ここで巻いてください。ほうれん草巻いてください。ふぅー、いよいよ、はい、全体的に散りばめたよ。はい、いよいよ、はい、オッケー、全部巻きました。ということで、完成でいきましょう。三種の神器の一つ、高安やつ、いけ。あ、耕していけ。中腰きついな。中腰きつい、あるよ。俺体力ない、あるよ。ないのかあるのかわからない、あるよ。はい、水まくよ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なっちゃん、水いくよ。はーい、これ吸っててもいいですよね。いいっすよ。なっちゃん、なっちゃん、水カットル、カットル、行きたいっすけど、行きたいっすけど、いいっすよね。あ、やばい、滑る。わー、滑った。
うなちゃん水はい、うまいことやらんぞ、うまいことやらんぞ。夏は畑、ビーチで遊ぶよりも楽しいかもしれないですよ。ほらこう、水でね。はーい、オッケー。はい、ということで水、あげてみました。はい、どうも。はい、ということでですね、本日は、ここ西原町になりますかね。そうね、最初で言うときは言う話なんですけど、あの西原町のあのケンさんが押さえてくれた畑の方で、はい、ちょっとあの種をまいてきました。で、はい、ちょっとあの管理お願いして、あのちょっと 4,5 日後から1週間後前後には芽が出てくるっていうことなので、この芽をあの来週ちょっと取りに行こうかなと、はい、思ってます。これは次回ではなく取りに行きます。必ずね、はい、行きますので、皆さんちょっとチェックの方よろしくお願いします。必ず行くと書いて、はい、必ず行くとこって必行、必行、必行で行きます。はい、ということで、もう男はならね、言ったことはね、ね、あの有言実行なんで、はい、そりゃ行くっすよ。俺が言って行かんかったことなんてないんで、はい、はい、みたいな思いますということで、最後ちょっとお差し入れいただきました野村さん品ということで、はい、これいただきながら帰りたいなと思います。じゃあ皆さん、次回のダールブログもよろしくお願いします。ありがとうございました。いいよいいよ